はい、どうも。こんにちは、アンソニーです。しょうもない動画を作ってすいません。ちょっとバイノーラルマイクのテストをしてみました。ローランドの、CS-10EM という、バイノーラルマイクですね。これはですね、今ここにイヤホンみたいなものをつけてますけれども、これがそうです。これがイヤホンになっていて、多分ね、私の喋ってる声はあんまりいい音質では取れないとは思うんですけれども、実際に私が聞こえている音声がそのまんま聞こえるっていう、そういうものなんですね。で、これ面白いなと思ったのが、例えばこういうアクションカム、これを使って、自撮りにはちょっと向かないと思うんですけれども、こうやって撮るときって自分が見えてる映像をこのまんま広い範囲で撮れますよね。で、そこは一人称の映像なわけですよ。で、そこにこのマイクをつなげば、一人称の映像に一人称の音声を取り込むことができますので、非常に臨場感のある映像になると思うんです。で、ちょっとこうどっか遊びに行った先でこうやって撮ったりとかいうのができるかなというところですね。で、一番の買った目的は、これの上にさらにヘッドフォンを乗っけて、で、最近買った、デジタルオーディオプレイヤーの、音質をね、ちょっと見てみたいなと思ってるところです。はい。多分今のゴクッとした音とか結構リアルに聞こえると思うんですけどね。ありがちなのが、こう、髪を触ったりとか、こう、髭を触ったりとかね、なんかそういう音が面白く撮れるかなと思います。だから音楽もね、今ここにスピーカーありますけれども、こっちから聞こえるってことは私の右耳側が中心に聞こえるわけですよね。そうすると、例えば
近づくと、はい、音もね、ちょっと近く聞こえるんじゃないでしょうか。はい、ということでローランドの CS10EM のちょっとしたテストでございました。最近ちょっとねオーディオ関係のネタが、続いてますけれども、まあちょっといい感じでなんとなくこう動画を作るぞっていう気になってきたので、これからもどんどん作っていきたいと思っております。それじゃあさよなら。